新日本プロレス、ロード読東京ドーム、大会、21日、東京、後楽園ホール、観衆1457人イコール札止め人。メインイベントで、ネバー無差別級6人タッグ王者の岡田和知か、棚橋博、石井智博組が、ユナイテッドエンパイア、UE、のジェフコブ、グレート・オー・カーン、ヘナレ組の挑戦をどけ、7度目の防衛を果たした。 序盤から UE 軍のパワフルな攻撃に圧倒される場面もあった岡田良組だが、練り上げた連携攻撃で反撃すると、最後は石井が必殺の垂直落下式ブレーンバスターでヘナレを下し、30分超えの死闘を制した。セミファイナルでは、故2023ベルトを保持する太一が金丸義信を挑戦者に迎え、争奪戦を展開。太一はウイスキーまみれ、ラダー、はしご、 オーダあり、互いのユニットの乱入ありの20分超えの大乱戦を必殺のブラックメフィストで制し、ベルトを死守。これが年内最後の争奪戦となったため子2023覇者の座についた。また、試合前には今月11日に死去した木サムさん、去年73、の追悼点カウントゴングセレモニーが行われた。全成績、タッグマッチ20分1本勝負。 ゼロタイガーマスク、矢野ール、4分21秒キドクラッチ、マスクドボルチン、マスクドホース黒丸。タックマッチ20分1本勝負、ゼロザックセーバージュニア、藤田恒成、10分22秒レフェリーストップ、中島優とオスカーロイベ黒丸。6人タックマッチ20分1本勝負、マルティー JP、カラム・ニューマン、フランシスコ・アキラ、 9分40秒2分の2、片えび固め、ドリラモロニー、クラーク・コナーズ、ゲドウ・クロマル。6人タッグマッチ30分1本勝負、0エビル、成田レン、SHO、8分35秒エビル、片えび固め、海野翔太、マスターワと本間智昭、クロマル。タッグマッチ30分1本勝負、0高木慎吾、 高橋ろむ7分43秒パンピングボンバー片海老固めエルデスペラード小島聡黒丸6人タッグマッチ30分1本勝負0上村優也真田太一10分17秒カン抜きスープレックスホールド内藤哲也辻洋太武士黒丸コニー023争奪戦60分1本勝負0太一 24分24秒ブラックメフィスト、片えび固め、金丸義伸黒丸、太一が、コニーゼロニー覇者に、ネバー無差別級6人タッグ選手権試合60分1本勝負、ゼロイシー友博、岡田和親、棚橋宏、33分31秒垂直落下式ブレーンバスター、片えび固め、ブレート・オーカーン、ジェフコブ・ヘナレ黒丸。 岡田組が7度目の防衛。